クリスチャン・ピーダセンによって1514年にパリで出版されたデンマーク人の事績の表紙。デンマーク人の実績は12世紀にサクソ・グラマティクスによって書かれたデンマークの歴史に関する記録である。デンマーク人の実績はサクソの上司であった大司教アブサロンの依頼によって書かれたものであり、先史時代から12世紀後半までのデンマークの歴史についてまとめられている。主にラテン語の散文で書かれているが、補説として詩が挿入されている部分もある。全員16巻から構成されているが、大きく2つの部分に分けることができる。すなわち、北欧神話について語っている部分と、中世デンマークの歴史について語っている部分である。前半9巻の中で言及されているそれぞれ、出来事がいつ起こったかについては、不確定だが、5巻にある記述から、ある程度推し量ることができると言われている。9巻は、ゴーム老王に関する記述で締めくくられている。14巻には、流言島の寺院に関する記述も含まれている。最後の3巻は、デンマークによるバルト海南岸の征服やスラブへの反撃について語られており、西スラブ人の歴史や異教徒であるスラブ人の信仰を知るための貴重な資料となっている。この書物が書かれたのはいつ頃なのか、そしてどんな順番で書かれたかについては、しばしば歴史的解釈の論点となる。多くの書籍は、これが厳密にいつ書かれたかについて論じているが、おおよその共通認識として、1208年以降に成立したものであるというものがある。最終末期である16巻の最後に書かれているのは、1186年のクヌーズ6世によるボギスラフ1世領ポメラニアの征服である。しかし、アブサロンの時代の大司教、アンダース・スネソンによる序文において、1208年のデンマークによるエルベ川以北地域の征服について言及されている。14末期は1178年のアブサロンの大司教への任命に関する記述で締めくくられており、14巻全体の4分の1近くを占めている。1178年当時の王であったバルデマー一世に関する記述よりも、アブサロンに関する記述の型に大きな比重が置かれており、この末期が最初に書かれた末期であると捉えられている。15巻と16巻は、その後、バルデマー一世の晩年と、クヌーズ6世の即位について記述するために増補されたものである。その次に11巻から13巻が書かれたと信じられている。スベンド・アーゲセンは、自身が書いたデンマークの歴史書、ブレビス・イストリアレグム・デッセの中で、サクソが、父祖たる王と彼の息子たちのことであろうについて書くことを決めた、とはっきり述べている。また、16巻の最後に書かれている出来事と、序文に書かれている出来事との間に22年間の差があることから、初めの10巻は最後に付け加えられたと考えられている。実は、サクソが書いた元々の原稿は、4枚の断片を除いて失われてしまっている。その中でも最も大きい断片であるアンガース断章は唯一サクソの手によって書かれたものと証明されているが、その他の断片は1275年頃の写しであると考えられている。これらはすべてコペンハーゲンの王立図書館に収蔵されている。現在私たちが手にしているテキストはクリスチャン・ピーダセンの働きによるものである。ピーダセンはパリで働いていたデンマーク人の翻訳者であったが、1510年から1512年にかけて残されたサクソの原稿の写しを求めてデンマーク中を探し回り、その頃からすでに失われていたものを除いてほとんど全てを回収した。それまではコンペンディアム・サクソニーズと呼ばれるクロニカ・ジュテンシスにある概要がサクソが書いた書物に関する最大限の知識であった。デンマーク人の事績という名前も、この概要に由来する。サクソ自身が、どのような名を冠していたかについては、未だ分かっていない。ペダーセンは、最終的に、ルンドの大司教ビルガー・グンナーセンのところで写本を発見した。彼はそれを快く、ピーダセンに貸し与え、ピーダセンは、印刷業者、ヨードクス・バディウスの助けを借り、1514年5月15日に、パリで、ダノラム・レグム・ヒロメック・エストリという署名で出版した。今日、デンマーク人の字跡の最も古い完全版として、知られているのは、このピーダセンによる、ラテン語版である。デンマーク人の実績は、ウィリアム・シェイクスピアの悲劇、ハムレットの元になったとされている。ハムレットは、デンマーク人の実績の3巻から4巻で語られている、デンマークの王子の物語と酷似しており、また主人公、ハムレットの名前は、デンマーク人の実績における、主人公、アムレートのアナグラムと考えられている。デンマーク人の実績では、以下のような話となっている。まず、オーエンディルと、フェンギという2人の兄弟が登場する。彼らは、デンマーク王、ロエリック・スリュンゲボンドからユートランドを譲り受ける。間もなく、オーエンディルは、ロエリックの娘ゲルータをめとる。アムレートは彼らの長子であり、また一人子でもあった。フェンギは彼らの結婚に憤慨し、そしてまた、ユトランドの支配権を一人で握るために、オーエンディルを殺す。短いもののち、フェンギは、ゲルータをめとり、ユトランドの単独支配を宣言する。この悪行を知っていたアムレートは身を守るためにグドンを装う。馬に乗るにも尻に向かって座り、尻尾を手綱にした。母親との会話を盗み聞こうと、スパイが送られたが、アムレートはそれと察し、スパイを殺し細切れにして排水溝に捨てる。フェンギは手を汚さず辺をつけようと、アムレートをブリタニア王の元に送り、彼を殺すように依頼した書簡を家来に持たせる。アムレートはその手紙を夜の間に家来を殺してくれるようにと書き換える。アムレートの聡明さに気づいたブリタニア王は娘を妻として彼に与える。1年の後帰国したアムレートは自分の葬式にお仏まみれで出席して会食者を笑わせる。一同に酒を勧めて泥酔させた後、広間に火を放って皆殺しにする。そして守りのいなくなったフェンギの寝室に赴き、復讐を遂げる。しかし、ブリタニア王とフェンギとの間には盟約があった。妻を亡くしたばかりだったブリタニア王は、気に入らぬ求婚者を処刑してしまうという、スコットランド女王に結婚を申し込むという危険な施設にアムレートを立てる。ところが、女王は有名派セル・アムレートと結婚する。帰還したアムレートはブリタニア王と交戦し、王を戦死させる。アムレートは2人の妻を連れてユトランドに帰国する。ありがとうございます。